どうもちゃこ先生です。今回は年明けの登校日にぴったりな明けましておめでとう黒板、略して明けおめ黒板の書き方をご紹介します。それではよろしくお願いします。まずはじめにどこに何を配置するかを決めましょう。配置を考えるのは3つだけです。1つ目は見出し、2つ目はフレーム、3つ目はアイキャッチです。この3つの要素とセットで子どもたちへのメッセージを考えると、いい感じになります。後で一つ一つ紹介しますが、実際の板書レイアウトの例はこんな感じです。どの板書にもさっきの3つの要素が入っているのがわかるかなと思います。では次に子どもたちの目を引くアイキャッチの書き方をご紹介します。突然ですが、これは Google の画像検索画面です。正月イラストと検索するだけで、それっぽいものが5万と出てきます。でもこんなにたくさんあると逆に選べなくって挫折してしまうっていう先生も多いかなと思うので、今回は私が個人的におすすめするモチーフをいくつか紹介しますね。アイキャッチに使えるモチーフは大きく分けて2種類あります。1つ目は飾り文字、年賀状にもよく使われる文字かなと思います。2つ目はイラストです。今は手元が映らないようにしてるんですが、先ほどの Google の検索画面のイラストを見ながら、描いています。スマホを片手に見て書くのが一番早いかなと思います。大きく分けまして、正月飾り、行事風物詩、食べ物、縁起物、伝統的な遊びという5つのグループに分けてみました。少し難易度が高いんですが、画像検索で頻繁に出てくる鏡餅は誰にとっても分かりやすいのでおすすめです。また簡単なものですと、富士と初日の出、羽子板、そして梅の花があります。絵が苦手な先生にも特におすすめしたいのが梅の花です。梅の花は花びらとおしべを描くだけで完成します。2、3秒で描けるのに華やかで、他のモチーフの邪魔をしないっていう点でめちゃくちゃコスパが良いかなと思います。チョークの色を変えると紅白の梅になってさらにおめでたい感じが出ると思います。おしべが3本のパターンも簡単なのでおすすめです。おしべの先っぽの役の部分を丸くグリグリっと塗るとそれっぽくなりますね。さらに講座として、飾り文字とイラストを合体させるとオリジナルアイキャッチができます。扇と寿を合体させたもの、だるまと干支の虎を合体させたもの、虎と西暦を合体させたもの、で、最後が、焼き餅と西暦を合体させたもの。以上ですね。色が増えるとごちゃごちゃするので、あんまり色数は増やさないようにするのがおすすめです。でここで一つ、2022年の干支を書くときに注意したいのが、色のベタ塗りです。チョークには黒色っていうのはありません。ですので、例えば、このチャレンジ精神で有名なこちらの S 字路の縞模様を白いチョークで塗ってしまうと、この目の色を塗るときに色がひっくり返ってしまって、なんとなく微妙な感じになってしまいます。黒いところは縁取って残すか、後から消して、黒板の地の色を使って表現すると良いと思います。ただし、このやり方ですと、黒板アートの領域に足を突っ込んでしまうことになるので、時間がかかるのとかなり難易度が高いので、あまりおすすめはしません。逆に塗らない方が映える場合もありますので、慣れないうちは、ベタ塗りを最小限に抑えるのがおすすめです。前置きが長くなりました。それでは具体的なレイアウト例をご紹介します。忙しい現場の先生でも実践できるように、すべて5分以内で書けるものを考えました。なお、子どもたちへのメッセージの内容を書く時間は含まれておりませんのでご了承ください。一つ目は縦書きのレイアウトで、かなりシンプルかつオーソドックスで、どの学年でも対応できるデザインかなと思います。フレームに紅白のクロスの模様を敷き詰めることで、ちょっとおめでたい感じを出すっていうのと、鏡餅をアイキャッチとして大きくドーンって書くので、シンプルなんですけど、割と映えるかなと思います。2つ目です。横書きで、ハッピーニューイヤーの英語バージョンですね。こちらは、チョークを寝かせて最初に字を書くので、かなり短時間で仕上げられるデザインかなと思います。ハッピーニューイヤーのニューのところを虎柄にするのがちょっとポイントですかね。で、アイキャッチとして、虎の絵を描いてます。で、このデザインは、明確にフレームは描いていないんですが、板書をするとこのようになります。板書の外側に見えないフレームがあるのがお分かりでしょうか。こういう感じでフレームを描かなくても余白として枠があるっていうのを意識すると収まりの良いデザインになると思います。3つ目、縦書きです。明けましておめでとうございますの文字は少し太めにして、青いチョークで影っぽくしてますね。で、アイキャッチとして羽子板と一番左に大きく虎の形をしただるま落としを描いています。下のけん玉はフレームの一部だと思っていただければと思います。4つ目は横書きのデザインです。全体的なモチーフは縁起物で固めてみました。割かしオーソドックスなモチーフが並んでいるので、どの学年にも対応できるかなと思います。ここでも紅白の梅をフレームとして活用しています。こんな風に交互に何個か並べるだけで、だいぶ華やかな印象になりますね。イラストが得意な先生は、学年に応じて絵のタッチを変えてみてもいいかもしれません。デフォルメを効かせてポップにすると親しみやすくって可愛い感じに、逆にリアルなテイストにすると大人っぽい印象になります。描きやすさで選ぶのもおすすめです。それではここからは上級編です。見出し、フレーム、アイキャッチの要素を合体してよりインパクトの大きいレイアウト例をご紹介します。まず縦書きのデザインです。アイキャッチと見出しを合体しまして、明けましておめでとうっていう文字を書き初めに見立てて筆文字っぽくアレンジしています。本来墨は黒なんですが、この場合白一色なのでこだわらずにそのまま白チョークで書けばいいかなと思います。で、最後に書き初め用の筆を大きめに書いておしまいっていう風ですね。結構シンプルなので使い勝手がいいかなと思います。続いては横書きです。こちらもアイキャッチと見出しを合体させたデザインです。明けましておめでとうございますっていう文字、プラス焼き餅ですね。色数はやっぱり3色ぐらいまでに留めておくと収まりがいいかなと思います。右下にスペースが余って、時間も余ってたので、焼き餅の虎バージョンを書いてみました。続いても横書きですね。こちらは見出しとフレームの要素を合体させています。ハッピーニューイヤーの文字を上下左右に敷き詰めるだけで完成するとてもシンプルな構成なので結構おすすめです。ポイントはフレームの字のサイズを控えめにすることです。余ったスペースは万能な梅の花や小さめのモチーフで埋めるだけで OK です。最後は見出しとフレームの要素を合体させました。巨大な絵馬がモチーフなんですが、黒板からはみ出している感じになっているので、バランスを取るのがちょっと難しいかなと思います。引きで遠くから見て、先に頂点を取ってから結びましょう。美しく描きたい人は定規を使ってくださいね。最後に金河新年の文字は少し明朝体っぽくして、鱗をつけて仕上げてみました。はい。というわけで本日は明けおめ黒板のレイアウトを8種類ほどご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。身も蓋もないことを申し上げますが、はっきり言って明けおめ黒板には、意味も目的もないですなんですけど、年明けにちょっと気の利いた黒板があると子どもたちの気持ちが上向きになるんじゃないかなと思いますので、ちょっとした遊び心として取り入れてもらえたら幸いです。また、こういうのが書きたいんだけど、どうやって書いたらいいかわかんないから教えて、みたいなリクエストがありましたら、気軽にコメント残していただけると、参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた会いましょう。さようなら。